メルボルンクリケットグラウンドにあるデラハンティの像、シャーリー・バーバラ・デラハンティは、オーストラリアの陸上競技選手。オリンピックで、オーストラリアの陸上選手としては最も多い7個のメダルを獲得した選手である。旧姓のシャーリー・ストリックランドでも知られる。デラハンティは、西オーストラリア州のパース出身。西オーストラリア大学を卒業した後本格的に陸上に取り組み始めた。 1948年には80メートルハードルで国内のタイトルを獲得し、同年のロンドンオリンピックの代表に選ばれる。そしてこの大会で80メートルハードルと100メートルで銅メダルを400メートルリレーでは銀メダルを獲得した。デラハンティは1950年の大英帝国競技大会で3つの金メダルを獲得した後、2年後の1952年。 ヘルシンキオリンピックの80メートルハードルで彼女にとってオリンピックで初めての金メダルを獲得。10秒9の世界新記録で会場を驚かせた。400メートルリレーでは不運なバトンの連携ミスで5位に終わり2つ目の金メダルはならなかったが100メートルでは銅メダルを獲得した。デラハンティは1955年に100メートルで11秒。 三の世界新記録を樹立する。そして翌年の地元開催のメルボルンオリンピックでは80メートルハードル400メートルリレーで金メダルを獲得した。デラハンティは競技を引退してもオーストラリアの陸上競技の発展に尽力。また、オーストラリア民主党の候補者として、また、環境団体のスポークスマンとして政治活動にも活発に参加した。 デラハンティは2000年シドニーオリンピックの最終聖火ランナーの一人としてスタジアムに登場し、再び世界にその姿を現した。ありがとうございます。